はい、こんばんは、山亮と申します。今日からね、何をやっていこうかというと、カニカマ −1 グランプリですね。タイトルに出てますからね、分かってると思いますけど。そうですね。つまり、丸1グランプリもね、まあ、行くとこまで行き着いたのかなという感じがしてますけど、まだまだやりますよ。今回やっていくのはカニカマっていうことでございますね。まあ最初ね、カマくりやろうかなと思ったんですけどね。まあカニカマの方が上がるかな。まああと調理しなくていいんでね。そのまま食べれるっていうのもね、カニカマの魅力なんでね。酒でも飲みながらね、できるし、これだったらね、一回一品ずつね、やりながらね、まあ雑談兼ねながらもうね、メインチャンネルにするつもりはね、丸ワングランプリですけど、サブチャンでね、回すぐらいの気持ちではいますんでね。そういう感じでね、ずっとやっていこうと思います。で、いうことなんで、まあ何をやってるかちょっとカニカマを食うわけなんですけどね、違う、何かを取ろうとしたんやけど、今。酒だ。まあ、毎晩の晩酌、これからね、まあ、飯はね、唐揚げ弁当ワンクランプリって言って、なんだっけ、KB1 グランプリって始めましたけどね、そう、K1 グランプリ系でやろうというふうにね、やっぱね、K1 の方がね、こう、戦ってる感がね、すごく出るじゃないですか。っていうことでね、K1 なら何がいいかなって言って、唐揚げとね、唐揚げとカニカマが出てきて、まあ、唐揚げが結局か、唐揚げ弁当になったんですけど、そんな中でね、カニカマの方もね、頭に浮かんどって、まあ、かまぼこ最初出てきて、あれはもうカニカマの方がいいな、みたいな感じだったんですけど、どっちに行こうかなと思った結果、どっちも入れたらいいじゃんって。飯はね、唐揚げ弁当ワングランプリ食べてね、ちょっとね、ちゃちゃっと喋って、こっちの方はね、お酒飲みながらね、やりゃいいやってことでね、今日もね、宝塚中のプライベートブランドのやつですかね。ファミマルのやつで、ね。これでも飲みながらね、晩酌しながら、まあ晩酌でちょっとね、雑談話なんかもしながらね、やっていけたらなと思います。ついでにこれのレビューもやるって感じなんで、もはやね、丸ワングランプって言いながらそこまで戦うようね、求めたりはしませんっていうね、違いをね、ちょっと楽しみながらやっていこうかなというぐらいでございます。なら、戦い要素を強くしよう、K1 で戦い要素を強くしようって言ったら、どこに行ったんだって話なんですけど、そのあたりはまあ、もう、バンってね、消えちゃってね、本末転倒というのがね、まあ、うちのチャンネルらしいっちゃらしいんでね、そんな感じでやっていこうと思います。で、ということでね、一回一品ずつね、ちょっとぼちぼちと止まりながらと思ってたんですけど、実はね、取ろうと思ってわっと買ってきてはいたんですけど、なんやかんやでね、結構、夜の時間にね、お誘いとかが入りましてですね、まあ結構あちこち食べに行った人とはね、あれ食う時間がねえたっていうのでね、年末に買ったんですけど、そのままね、買ったまんまになってしまっとったらね、今日はね、とりあえず直近、賞味期限が迫ってる3つを一気にやっちゃおうと思います。まずはね、これ、写真撮ってありますけどね、一政さんのピュア吹雪。一政さんね、このカニカマ業界で言うと、結構一政さんでよく聞きますよね。ということで、もう一つね、一政さんの、こんなね、でか、魅惑のカニカマとこんなのもあるんですね。っていうのもあったってね、ガブリッチっていうことでね。まあそう、本当ならね、カニのね、いろんな良し悪しをね、やろうかなっていうのもね、考えたんですけどね、そんな良さはないということでね、ありがたいですよ。これあたりとかもね、これはね、確かにね、ちょっと高かった。ちょっと高かったとはいえね、値段いくらだったっけな、500円とかな。ガブリッチは、あ、でも499円、こんなに高くて499円です。これ本物のカニだったら何千円するんだって話ですよね。で、ピュア吹雪は、229円ね。で、あともう一つ、サラダジューシーっていう、これどこかな？藤光さんっていうところの、サラダジューシー。これはサラダジューシー。これ109円。安い。ありがたいですね。ということでね、ちょっといろんな違いをね、楽しんでいこうやないかというわけでですね、食べながら、焼酎ビッと言いながらね、明日、ちょっと朝からまた撮影なんでね、行こうと思います。ちなみに、わかりにくいですけど、一応、カニ酢になるのかな？簡単酢、ね、ミツカンの簡単酢とね、醤油で、ちゃっと作った、やつをカニ酢代わりにしてね、これでね、ちょっと食べていこうかなと思います。よいしょ。あ、そこ、ちなみにこれはレータリング取りとかしないのかってね、もうめっちゃにするつもりもないんで、ぼちぼちと楽しんだね、記録、V6 ぐらいの感じでやっていこうと思います。で、あんま徹底調査みたいな、そんな感じでやる気概はもうすでにありません。だって先飲むんだもん、この後。いいよ、そういうのなくて。っていうことでね。
これは言えるところです。まあ、唐揚げ弁当ワンクランプという方は、ある程度ちゃんとやるのかな。どうかな。怪しいな。いい感じですけどね。さあ、やっていきましょう。写真は撮ったな。ガムリッチうまそうなんだよな。まあ、近況報告つってもね、結構今、部屋取りのやつはね、この連携中にね、わーっと撮ってるんでね、そこまでね、喋るようなことも、実はないんですかとか、これね、ガチャガチャやってる時に喋ったら、結局ガチャガチャのとか気になってしまってね、編集の時に苦労するんでね、こういうの全部切り終わってからね、こういうパッとかもね、パチパチ切るよとかするのね、撮り終わってからね、喋ればね、いいんですよ。こっから喋り出せばいいんですよ。ということでね、飛ばしてもらって大丈夫ですよって、テロップ入れておけばいいか。なり始めたところからテロップ入れて、さっき言ってたこと全部繰り返しますんでね、ここまで全然飛ばしてもらって大丈夫ですからね。ということでね、まあ、まあ最近ね、こんな感じで近況トークとかやってますけど、最近、これ年末年始にね、部屋取り物のやつをいろいろとやってますんでね、そんなにね、喋ることが実はストックそんなに残ってないんですけどね。という中でもね、まあね、ちょっとでもね、やってみてくださいなと思っておりますということで、乾杯ということでね、食べていこうと思います。あー、め、ね。あ、そう。サワーじゃなくてね、焼酎の方のがね、結局炭酸っぽくでしないんでね、いいんですよね。じゃあ、まずは、ピュア吹雪でしたっけ？あ、もう名前忘れた。サラダがジューシーからいこうかな。サラダがジューシーはどんな感じか。いや、でも、これ、いいですよね。身入りが、こんな感じで、なんかちょっと、タラバンガジの、身みたいな感じですよね。これって、でも、品種によってちょっと味とか書いてあるんですかね。ちょっと、最初は何もなしで言ってみようか。いただきます。あんま。あ、美味しいですね。いいですね。何やかんや言ってクニカマ好きなんですよね。どうかな？寿司酢、あ、カニ酢うまいこと作れたかな？あ、やべ、身がホロホロになった。あ、案外ちゃんとカニ酢になってる。丸やかす便利ですね、やっぱし。結構ぐーたらにはちょうどいいですよね、こいつ。ピクルスとかつけるときも使ってますけどね。うまい。美味しいですね。カニカマ、太いカニカマって感じがいいですよね。いや、こっちの方ね、ガムリッチね。これどうなの？本当に、普通のカニよりもなんかちょっと豪華な感じに見えますもんね。あ、もう最初からつけてしまったけど、どうかな。うまい。身の裂け方とかがね、あ、かなり、カニ寄せな感じですね。すげえな。カニ酢つけてるってのもあるんでしょうけど、めちゃくちゃ身入りの締まったカニみたいで、うまいっす、これ。あ、いいね。これ500円だったら、もう晩食これだけでいい気もするわ、本当に。あ、いいですね。こういう晩酌しながらね、本当はね、配信ができたらいいんですけどね。今日もね、どうしようかなと思ったんですけどね、実はね、この次の日がね、うちちょっと朝の5時起きで、動画の収録に行きますもんでね、それがあるんでね、今日は、ちょっと生放送とかしてね、ゆっくりと喋る時間は、取れないな、ということでね、ちゃちゃっと晩酌、晩酌をちゃちゃっていうのもおかしい話なんですけど、あ、これサラダのやつも言ってみましょう。メーカーが違うとどれぐらい違うのかな？身の裂け具合とかどんな感じなんだろう？いただきます。あ、でも確かに縦裂け感が薄いんで、ちょっとかまぼこ感が強いのかなっていう感じで正直しますね。
美味しい。あ、結構味はやっぱここは似てるのは似てますね。あの一松さん同士は。あ、結構違いあるもんですね。うん。身のホロホロ感は一松さんの方が強い感じがするな。カニをね、ボイルしたカニ、あの出して、あの縦に裂ける感じ、あの縦裂け感もすごい強いな、一松さんは。うん。あ、いいですね。まあ、こういう場所、晩酌自体は好きなんでね。うん。まあ、ただね、なかなかね、いざね、仕事中のタクトになるとね、難しいのは、結局晩酌中にデータ収集に当たったりとか、次編集する予定のデータの元データをね、パーっと見てね、状態確認をしてみたいだとか。あ、でもあんま状態確認より情報収集の方が多いですね。ニュース見たりとかね、いろんなやつをチェックしたりとかっていうのが多いんで、そうするとあんまりこうやってね、喋りながら撮るっていう時間が、なかなかね、平日に撮れないんでね。まあ、ほぼほぼ編集して、うん。家帰って編集して寝たら、まあ5時間寝れたらね、寝たらね、もう次の日の仕事ぐらいな感じですからね。特に動画をね、一日2本編集、平日に2本編集しようと思うとなかなか大変ですね。特に、今はね、普段だと、メインチャンネルの動画と、同じチャンネルでもう全部一元化したんでね、ちょっとまた、それで、どれくらい効率よくできるかなっていうのと、効率関係、まあ、最悪ね、ガチ忙しくなった金曜日はもう4つべだけにしてね、4つべのあの分の更新だけにしちゃってっていうので、4つべをもう、8時にね、ゆくゆく春先ぐらいにはね、戻して、で、金曜日はもう4つべの更新固定みたいな感じにして、とりあえずしばらくはあの4つべが、恵方巻きシリーズで絶対毎日更新するような、またバカす、みたいな、ボリュームの量のデータを出していくと思うんで、それのね、対応しないといけないんで、それでだいぶ時間が食われるのが予想されるんでね、相手、今、そのままずらしてね、一緒にチャンネルしてますけど、8時から毎日更新で、4つ目があるときは9時からも出しますよ。で、11時に随時更新もあるかもしれません、みたいな感じに、してあるのは、それですね、とりあえず、恵方巻き終わるまでは、ダダダダッとね、出すものが出るのがもう目について分かってるんでね、そのあたりの対応とかしながらやっていこうかなって感じですね。うん。まあ、そのあたりとかもね、考えながらですけどね。ただ、この動画かかるときにはもうそのあたりとか全部終わってんのかな。これ多分ね、優先順位相当低いんですよ。しかし、裂けるな、これ。あ、すごいわ。こんな感じ。ふわって裂けるから。ほんと、カニの身みたい。タラバの親指？親指じゃないのか。ズワイカニの一番太いところぐらいのね、うん。爪部分の。うまっ。これ、カニ酢つけたら本当にカニだわ。うん。だって、冷静に考えてみると、本当にね、高い松葉ガニとかね、あなたになってきたら、越前ガニとかあなたになってきたらちょっと話が別になってきますけど、カニ自体の旨味がうーってね、いう感じがありますけど、ね、冷凍の安いタラバとかだったらね、うん。結局のところ、カニ酢の味で楽しんでるようなところがあるのが、うなぎってね、結局、うなぎのね、味じゃなくて、うなぎのかば焼きのタレの味じゃんっていうね、あれに近い感じがありますね。で、食感が似てればね、もうカニになっちゃうんですね、これ。わ、いいなぁ。これ499円は出して正解だったな。普段ね、70円ぐらいの安いやつばっかり食ってるんですけどね。あ、今回ね、動画の撮影だからね、仕方ないって言って499円頑張って出したんですよ。いや、出したかやとは。これ。買いますこれのカニの裂ける感じか。いいですね。うん。このカニカマ、
なんかもう、ここまで来たら鍋に入れたら雷弁になっちゃいそうだ。うまい。まあでもカニ鍋だとあの甲羅から出る出汁があるからまた変わってくるのかな。うん。そうか、これはあげるのだいぶ後になるのか。今いろいろと撮ってるんでね。結構、スケジューリングぐっちゃぐっちゃになってるというか、まあ、一番ね、そのぐちゃぐちゃになってる原因は、まあ、恵方巻きが来るのでぐちゃぐちゃになるっていうのが分かってるっていうのもありますけど、まあ、年末はね、あの、例の、おせちと、なんだったっけ。あ、やっぱこっちの、サラスクは、やっぱ、あんまり避けんな。うん。ぎゅっと詰まってる感って言えば、詰まってる感ですよ。うん。ああ、何の話だっけ、ぎゅっと詰まってる感、ぎゅっと詰まってる感じゃなくて、あ、そう、スケジューリングね、うん。まあ、結局、二つ大きいね、その、おせちの収録と編集で、めちゃくちゃ時間取られた。ね、2時間とかね、そんなね、喋ってたらダメなんですよね。あの規模のね、やつで、うん。ついて喋っちゃうんでね、えらいことになってましたけど、うん、で、それに加えて実は地味に来てるのはこのね、JR 西日本ターミナル駅完全制覇の旅シリーズ。今の段階であれ何本あんの？あのシリーズ、このシリーズ何本あんだ？再生リストで見たらいいですよね。JR 西日本ターミナル駅完全制覇の旅、今ね、第58回までアップロードかけたんですけどね、サブとか合わせると全部で77話になってるんですよ。で、まだ、今ね、ちょうど JR 難波駅出て、今宮駅に着いたあたりのところか、なんですよね。で、ここから桜島駅に行くでしょ。桜島駅から、実は、散歩やるんですよね。まあまあ、もうこの動画がアップロードしてるときには、もうそのあたりは上がってるはずだからいいか、言っちゃって。桜島から歩いてあのバス乗ったところとかですよね。うん。バス乗って戻って、しかもそこから、環状線、ちょっとあの、西九条のあたりでしたっけ。ちょっとね、ふらっと歩いてね、夕飯求めて歩いてみて、結局なんか決まらず、大阪王将行ってもなさすがになーっていうところで、そのまま環状線乗って京橋行ったんでしたっけ？あ、そうか、京橋から学研として乗ったんだっけ？っていうような感じで行って、まあ、そこでね、なんだ、立ち食いそばとか食べたりとかしましたよね。とかっていうので乗り換えて、しかもそれが大間にね、散々使えて、で、そこから関西線の方に、また、大和路線ですよね。まあまあ一緒なんですけど、相性か、大和路線で、正式名だったっけ、路線名としての登録上は関西線ってなってるというかね、ややこしい。実はちょっとややこしいんですけど、のあたりのところを、あーと行っとって、わーと行っとって、がーと行って、わーと待ってたーと行って、バーンと行って、ダウンと行って、カーンと行って、はーってなるやろ。わーって考えたら、これ80本以上作らないといけないんですよね。まあ、間でその、ね、まあ、これも厄介なんですけど、あの、何やかんやって、あの、山田の車掌かなとかと言って、あのね、間で車掌撮ったやつあるじゃないですか。そう、スマホだから撮るつもりなかったんですけど、ついつい撮っちゃうんですよね。ついつい撮りたかをね、こう、干してしまうっていう、怖いね。あの、YouTuber の病気みたいなものです。撮りたか病です。撮りたか大丈夫かなって気になって、ね、ついつい回してしまうっていうね。その結果、うん、あの、データ量がね、本当にすごくてね、うん。総ファイル数何百本あるのをこう、うーってなんかをつなげて切ってのところでマイクとつなげてとかってやってますけど、いや、すんごいこれ編集に相当時間かかってましたね。うん。まあ、おかげで、うん、だいぶ苦労してるんで、それでね、ね、いつもだったら、この前のあの、名鉄ターミナルとかでどうだ？その前だとどのあたりだったっけ？バーチャル駅間散歩がいいね。うん。あ、山田決算会もやらないといけないな。京都丹後鉄道ターミナル駅完全制覇の旅シリーズか。あのあたりかな？その時っていうと、
じゃんけんの旅が全17本やろ。あれなんか結構、編集としては多少効果音入れて遊ぶぐらいの余裕ありましたからね。うん。案外とカットするとこもダクッとカットなんで、昔は車のね、ドライブ動画はね、波形抽出に苦労してたんで、それで時間食うからあれだったんですけど、今波形抽出の仕方大体分かってきたんでね、あのあたりが。車の車載動画のね。なので、それでだいぶあれしてますね。で、明治投影機と、丹手投影機を間違えてしまったら25分やろ。終わり一の宮駅と三河一の宮駅を間違えてしまったら18本とかですよね。長いので、底辺 YouTube が24時間ニコニコ動画に投稿し続けたら何本作れるかっていう、耐久企画だったら、あれ20本ありますから、あれなんかもう部屋通りになるとパパパって、ほんとカットするだけなので、めちゃくちゃ楽にできましたよね。っていうのなんで、20本とか、まあ、紀伊長島と間違えてしまった、名鉄ターミナル、名鉄ターミナル駅、完全制覇の旅で42本なんですよ。今回ね、レベチでも、これあれが42本で、今回のがすでに、すでに今、42本って言っとったのは、今、こっちは、すでに、そっか。古いやつあれじゃない。すでに77本と、いうことなんでね。これは、ってことは、80何本、90本、100本はギリいかないと思うけど、っていうようなボリュームになってくる。これは、ずっとその間メインやってる。で、普段はその間にちょっとサブのやつとかをね、20本作ったらちょっとサブを10本ぐらい作ってとかっていうので、それでサブだったらもうね、2時間、本当1時間で1本とか作れちゃうし、サムネイル作る必要もないし、まあサムネイルうちの場合5、6分で作るって言っても、まあ変な人の、作業時間がね、仕事帰ってきてね、まあうちの場合朝の5時とかに、5時に出てたら全然間に合わない。4時半とかに逃げてるでしょ。うん。4時半とか、ね、早ければ朝の4時でとかね、なるし、冬場だとね、これからね、下手すりゃ凍結対策とかでね、もっと早くね、3時、2時とかにね、出てね、スライネット着なかったりするんで、そういうのとかがあったりすると、まあ、で、帰ってくるのが5時、6時、ね、なって、仕事終わって帰ってきて、5時とかになってきて、そっからね、家事やら、いろいろやってですね、で、作るってなるとね、まあ、睡眠時間をね、5時間確保するってなっても、4時間、5時間のね、あれって言っても、まあね、まあ単純計算で、おう、これ、3時間ね、だから、結構分単位である程度管理はやってるんですよ。そのあたりに関してはね、動画の収録自体はそこまで分単位で、ガチガチした感じを出すんじゃなくてってやってますけど、実はその編集とかのタクトに関しては、ある程度そういう風にして決めておかないと、睡眠時間確保できないと、仕事でね、それでミスしてね、ってなったら、元も子もないんで、うん。まあでも本当に今年はね、まあちょっと今までずっとね、こういう感じでやってきましたけど、まあでも本格的にね、ちょっといろいろと考えたとき40までにね、もしね、まあできたらいいなですけどね、これが。うん。まあ動画とか創作コンテンツで、事業化とかね、できたらいいなとは思ってるんですけど、まあ今のところ全く芽が出てないんでね、全然、できたらいいなの、命にも、出のうちにも行ってないですね、っていうところなんですけど。でも起業するとかそういうことを考えるんだったら、まあやるんだったらクリエイター事業とかそういったところの方のが、実は硬いとは思うんですよ。うん。まあ、AI 化とかそういうのが進んできたらね、結局その、一重とかね、すっげー計算できる人って言っても、AI のその、ね、関数計算とかそんなに絶対できない。ですから、将棋ね、将棋が、AI 将棋がね、一回逆転したらね、もう人間追いつけなくなっちゃってますよねっていうのと一緒ですよね。うん。じゃあ人間の、ところが最後 AI にどうしてもできないところでは0-1しか残ってないんで。で、もう一つじゃあパワー系のやつは何ができるって、そんなもんロボットに任せといた方が楽なんで、絶対ロボット化がどんどん進んでくるんで、日本だけはね、マンパワーで最後、ね、うん。
あれことが大事だっていうふうに思ってますけど、まあ、多分日本だけですよね。他の国、いやいや、機械に任せるところ任せときゃいいじゃん。で、なんか起こったら、それシステム改善したら、その後ずっとまたそ治った改善した状態でやってくれるし、人間なんて言っても、また同じこと、ほら、同じミス繰り返してとかって言って、使い物にならねえやつって変えねえんだから、だったら機械に任せといた方が安いし、楽だし、文句言わねえし、なんか労働基準法がどうのこうのとかって言って、ね、奴隷労働がどうのこうのとか、ブラック企業とかなんてね、そんなにね、ノートは言ってこないしね、メンテナンスだけつけば大丈夫で、ずっと動かせるしね、っていうようなところとかがね、なってくるっていうわけなんで、そういうところとかも結局、機械の買うの方がいいってなっちゃうんですよね、結局ね。うん、まあ、これはもう結論出てるんですよ。だから、それを推し進めて、やってたところと、推し進めなかったところで、圧倒的な差ができてしまうとかね、いうのがあったりするわけですから、で、今度 AI っていうのが出てきたときに、いや、AI に人間がね、勝つなんて、一生できるんですよ。100戦やったら、人間も奇跡の一生を起こすことができるんですけど、99勝するんですよ。ってことはもう、AI に、絶対勝てんくなってくるのが絶対目に見えてるんで、じゃあ、AI ができないことを、やることに特化させた方のがいいんですよね。そうしたら、結局何が残るのかなと見たら、01の授業しかないんですよね。だから今01できる人ってね、100できる人の方がそれは稼げるしっていう風にやってますけど、結局最終的にこれから50年とか60年とか見た時にね、まあもう60年まで見ときゃいいでしょ。もうすぐ40なんですか。そしたら100までなんで、まあまあまあ一生なんとかなるでしょうっていうことでね。一応、だって、ね、50年後、60年後までを見せるんだったら01やっとくのが一番稼いと思うんですけどね。あんまりそういう話にならないですけどね。まあ、どっちにしろこんな感じでやってるところじゃ、01でも、0.1 も生み出したら変じゃないか、みたいに言われちゃって終わりなんだよね。もうね、こういうのを見てくれた人がね、まあ、うちのところだったら2再生とか3再生ですけど、もしかしたらね、でも、こういうのを見てくれた人がね、それで、おっと思ってね、やってくれて、で、ドーンと出たらね、それで、ね、そっちの産業が人気技とかってなったら、まあ、それはそれで嬉しいですからね。だって変な話ですけど、うちが動画を撮り始めた時なんて、2009年の8月にね、撮り始めたんですけど、あの時にこんな YouTuber が、こんな、まあね、YouTube ドリームとかって言ってね、わわわなるってね、ほんと思いもしなかったですからね、動画上げてたんですよ。自分で上げといたら右で言うのもあれなんですけど、もう完全に、うちらの世代から言うと動画を趣味で上げれるようになったっていうのがすごかったんですよ。だからそんな中でうちらの世代ももう仕事やってる人とかがね、ほとんどだったんで、自分で顔出ししてね、やるのはちょっと、ね、世間体もあるしとかね、いうのがあって、なかなかできないとか多かったんですけど、うちの場合はね、あんまりそこが関係なかったですよね。まあ、仕事ももう歩合制のところのね、でやってましたし、っていうのもあって、自分売り込むっていうのが結構重要やなっていう、正規雇用じゃなかったんですかね、当時から。で、リーマンショック来てっていう感じで、あ、まずいなっていうのでね、なんとか、自分のね、身一つで何かしらできることないかっていうんでね、それで始めたのが、あ、動画撮影やったら、一人で最悪撮れるぞ。で、まあ、友達とかでね、わーって周りにおって、で、あの時、島ちゃん。まあ、島ちゃん、結局一番良かったのは、最悪、映っても、あれなんですよ。職業から、まあ、最悪、どうにかなる、なっていう子だったんですよね。だったんで、まあ、そのあたりとか、まあ、そこまでも考えてなかったと思うけど、たまたま、おったから、撮ろう撮ろう、って言って、やろうやろうって言って、で、開封動画って言ったら、ああ、もうそれそれ面白そう、って言って、やろうやろうって、やりましょう、やりましょうってなってね、やり始めたっていうのが、きっかけだったりね。当時遊び行くと、まあ、13年前か。もう13年、13年前だね。経つんでね、だいぶね、まあ、いろいろと、まあ、よく変わってきてますけど、まあ、でも当時からね、一緒に、ちょっと映ってるやつとか、だったらね、全然いますからね。まあ、でも、付き合いないやつ。ああ、それこそね、この前ばったりね、あったやつでもね、ママ子さん。だから撮り始めた時には、もう、知り合ってた。どっちかというと、その3、4年後くらいから、急激に仲良くなっていたんですけど、その当時に最初会ったのは合ってるか。
合ってるね。うん。もう合ってるなっていうやつとかもあったんで、ちょっと話とかしとってね。まあもしかしたら、そういうとかも結構動画出やすい条件揃ってるんで、出るかもしれない。とか、まあちょっと撮りに行きたいなとは思う。うん。多分、全然ジャンル違う感じの、お馬さん系になるのかな、ギャンブルとかそういうのが結構好きなやつなんでね、そういった感じの、あれになると思いますけど、まあ、トークも一人しね、多分全然、いけるとは思うんでね、うん。まあ、うちのところがね、最初その、どうやって差別化図るとかっていうのをね、いろいろとわーってやってたのと、まあ、彼自身もちょっと転職があったりとかしてね、ドタバタドタバタとしとったんでね、うん。まあ、そのあたりとかもね、ちょっといろいろと、2023年はね、ちょっともうちょっとグループっぽいことは、やっていけたらなとは思ってます。とはいえね、もうね、4月中旬分ぐらいの動画までは私がぼっちりずっと喋り続けて、一個キッシーさん出るわ。んで、また今度もキッシーさんと動画撮ってきますしね。そういう感じには出てくるとは思いますけど。ね、まさかね、またニートになるとは思いませんでしたからね。うん。うん。
な、いろいろありますね。まあでもね、ここの動画自体は今30分回ってきたのか。まあ、ここまで見て、見てる人はもう絶対好きもんなんでね。あれですけど、まあ、ここまで見てる人ってね、逆にね、一応うちの狙いとしてはね、インテリジェンス層向けになるところを狙いたいなっていうのはあったんですよね。数を取りに行くのはもう、ね、この年齢ですし、まあ、やるならショートでも、ファニー系のね、吹っ切った。うん。まあ、20秒ぐらいの動画でも、1分以内とは言わず、もう20秒以内、15秒、20秒のところで勝負して、ボーンとやって体張ってね、ギャーって、キャラペヤング10秒で食って、ベーン、ボン、バン、バン、バン、ベーとかね、ボーン、ゲロゲロとか、ゲロゲロしたらアウトなんかの TikTok でも、とかっていうような感じで、うん。まあまあ、そこはね、綺麗な天使さんの映像とかにしてね、お花の映像で、ね、ギラ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 と、音だけ流すとかね、そういうようなね、動画とかやれば、あれなんですけど、今更ね、そういうのやるのもあれだしなっていう。まあ、もともとそんなのをそんなに好まないっていうのもありますんでね、うちが。そうそうそう。ただ、なんて言ったらいいの、うん。海外的なものが全く嫌いっていうわけじゃなくて、まあ、簡単に言うと、AV は洋物が大好きなんでね。なんなら多分、英語を覚えたの8割以上、学校の授業じゃなくて、ポルノサイトですからね。ポルノサイトの検索、まあ、今でこそ日本語感があるんですけど、なんで、英語の方のが結局わかりやすいんで、ポルノハブ、ポンハブとか、あのあたりとかも、まあ、英語に表示設定変えてみてますもんね。その方が正直見やすい、うん。日本語の変換の AI 機能の問題とかもありますけど、うん、もうスラングの英単語とかそういった方が覚えれる。エロってね、人をね、動かしますよ。エロいサイトが見れるって分かったらね、なんかね、もう英単語なんて全然覚えれないね、グラマーって言わんくなりましたよね。昔はその英単語を覚えるやつ、グラマーって言ってましたけど、ね、うん。で、いいのがありましたけど、そうそうそう、それこそグラマーっていうことはありましたけど、グラマーが、ね、こっちの方のグラマーっていうので使うのって、あれ、全然アメリカの人使ってねえじゃんとかっていうのは、そのあたりで分かってきましたね。グラマーとかで、計算しても全然出てこないの。ん？なんでだと思ったら。ビッグブーブ、ビッグブーブ、また別か、ビッグディッツとか、まあ、でも、お父の輪っかの方な、的なところになってくるし、そうですね。いうような感じで。まあでも、ビッグティッツって言えるのが一番手っ取り早いかな。うん。うん。そんな感じとかね。結構。うん。グラマー、まあ、バスティとかね。まあ、とか言葉とか。うん。とかね。いろいろそういうようなね、やつをね、覚えるのはね、やっぱね、これで、ね、エロいのが見える。へいへいってね、覚えてね。で、まあ、もちろんトライアンドエラーもありますと、お、なんやこの単語、こんなジャンル、なんなんやろなと思って。今ね、それこそね、そのジャンルの、サムネイルが出てくるじゃないですか、すぐに。これ、このジャンルあれかなっていう、わかりますけど。だからね、なんだろうかね、BBW、なんだろうね、ペチって押したら、バッホーデブ戦かって。デブ戦 BBW とか、昔はね、チビーって言葉が多かったかな。でも最近チビーって使わなくなりましたね。ちょっと、スラングもやっぱり、別に、英語でもスラングはやっぱちょっと切り替わりが激しい気がしますね。うん。ありますよね、そういうのとかね。あ、それこそ、BBW も最近でもちょっと見やんくなってきて、私がジャンル避けてるっていうのもあるかもしれませんけど、逆に BBC っていうのが出てきてますもんね。ジャンルで言うと、BB 系で言うと、BBC っていうのはちなみに、ブラックビッグコックさん。で、コックさんっていうのは、アメリカでは、男の象徴になりますんで、アメリカ行ったら絶対使うようにしとこうって、思いました。まんま、日本人のコックさんの感じで言うとね、大変なことに、大変なことになりますね。っていうことでございます。とかね、そういうのもね、それこそ、
エルサイトから学ぶという。なんなら、会話の感じも最近ちょっと、それこそね、まあもちろん英語のやつも見るんですけど、なんやかんやでね、ティーンのロシアンって入れるとね、なかなかね、ウクライナもね、いいんですけど、ウクライナ、ロシア系の10代の子っていうのは、いいんですよね。でね、もうちょっと言うと、いいんですよ。いいんですよ。色素薄いとかね、そういうのもあるのかなというのはありますけどね。ですから、ティーンラッシャーね。だから、ロシア系、あ、でもね、ウクライナとロシアのお土産、ロシア人のお土産はなかなかまだ難しいですけど、でもなんか話してる感じで、ちょっとこうかなっていうのはあります。で、ロシア人の、方が、本番進化、日本人に近い感じなんですよね。てか、まあ、アメリカのやつがね、まあ、もう、バンバン声出してくタイプなんでね、まあ、皆さん、ご想像通りでああいう感じですよね。ですけど、ロシアの、このやつは、どっちかというと、なんかね、プライベート配信みたいなのが多いんですよ。多分ね、まあ、所得が低いとか、そういうのとかもあるのかもしれませんけど、結構個人で開けて、出稼ぎ用に開けてるみたいなのがあって、英語喋ってる、のは、ライブ配信とかだと英語を使って、やってるのもあるんですけど、そのお客さんが英語圏の人が多いですね。そこから外貨獲得じゃないですか。みたいにやってる子って。でも、大体、そのカップルで撮ってますよ、みたいなのだと、ロシア語が多いんで。ただね、見てると、ちょっとね、声を、あまり出さないような感じでやる感じがね、ちょっと日本人っぽい感じがあるんですよね。ちょっとそのあたりはね、ヨーロッパ系の中では異質ですよね。まあもしかしたら、わかんない。そんなに、ヨーロッパ他の国って言われてもそこまでガッと見るわけじゃないですかね。でもまあイタリアとかはやっぱパッションな感じだもんな。あとかラテン系はもうね、もう全部パッションな感じね。がありますもんね。フランス、イギリスもそうか、英語喋っとっても唯一見分けるところそこな感じはしますもんね。なんかイギリスの方のが、どっちかっていうとコソコソって感じのやつが多くて、アメリカもドッカーンって感じですよね。ドッカーンですね。はい、プライベートビーチ帰ってきたら、はい、ここでやりまくって、へーとか、そういう感じのね、やつが多いんで。それを、まあ、面白いところして、国民性って言ったらいいのかなっていうところですかね。違う。そういう話をしたいんじゃない。そういうのね。うちのチャンネルのね、今ので大丈夫かな、今ので本当に今から言いたい話のところの、客層のお客さんがもう帰ってた気もするけど、これでも残ってたら本物ですよ。ね。しかし本当避けるね、これ。すごい。本当に、ちょっと手で持ってきろ。ほら。スーって。僕もカニの身やん、これ。ほぐしたら、わあ。いいな、これ。これめっちゃいいな。暫定1位で、なんかこのままずっと、結局チャンピオン取りそうっていうか、私の中の定番品が確定ですね。これで600円ですもんね。600円でこの贅沢もすげえな。いいなぁ。で、まあちょっと真面目な話をすると、まあうちのチャンネルってね、こういう、まあバカみたいなことやって、まあ何も誰も見合いやろな、もうつくて、まあうちもね、誰も見合いやろって、言ってね、若手やってるしね、あれなんですけどね。じゃあどういうターゲット層とかそういうのどうなってんのとかっていう話とかね、まああんまりされないんだよね。そこまでの話でもいけないとか、こう、なんじゃもうあかんわって言われてね、終わっちゃってるんでね、あれなんですけど、でも、何人かにはね、ちょっとしたいようなことはあると思います。それこそ結構見て、その人たちとか、実は見てくれてる人とかでね、実際に会った人とかで、話をしてるとあるんですけど、ただその人たちも大体共通しているんで、だから、方向性も、まあ、間違ってねえなと思ったのが、うちの狙ってる層はどっちかというと、もう、突き抜けた天才向け、みたいに作ってるところあります。うちの動画を見て、この、雑談とかを見て、
なんだこれはって言って、今のこの、網かけたわけじゃないんですけど、適当に喋ってるからね、網を別に狙ってかけたわけじゃないんですよ。これどうでもいい話とかそういうのって、どうでもいいじゃないですか、普通の人。でもね、これが、楽しいと思える、お客層っているはずなんですよ。いいというか、いると、思って、狙ってやってるんですよ。それが、ね、まあ、結局、何かって言ったら、いわゆる天才層って言われるところなんですよね。自分が天才とは思ってないんですけど、天才受けをするやつを作るって言ったらこうだろうっていうのはちょっと分かってることがあって、天才って言ってもちょっといろんなね、天才がありますけど、いわゆる、頭の回転が速い系の天才とかもいますし、もちろんそういう人たちも、もう、そこを極めていくとこういうのを楽しめるよねっていうのが出てくるところとかあるんじゃないかなと思ってるところもありますけど、もうちょっと正確に言うと、どっちかで言うと、ザ天才みたいな、超頭がいいとかそういうような人たちのところって、案外こういうのがありますよ。まあ、それこそ、まあ、入れたにはすごい頭のいいやつとか、そういうやつとかが、まあ、たまたまなんですかね。うちの周りはね、言うて、その結局頭のいいやつ結構いるわけですよ。うん、なんかね、不思議なことにね、だから計算とかはね、なんもだっての、結局、筑波大学に行くやつとか、ね、明治大学に行くやつとか、立命館もいるし、金沢大学もおるし、国公立、ずらっといますよ。ああ、立命館と明治は、国公立やだけど、まあ、でもまだ頭いいとこですもんね。うん。わー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 いるわけでございますよ。うん。ですからね。うん。でね、それでね、ポンってでね、生きるような人たちにね、そんなもん計算とかそんなもん、もう任したって感じだったんだよね。対抗しようにも、こちとらも、掛け算もちょっと危ういですよっていう人がね。ね、対抗しようっていうのがおかしいですから。じゃあね、独自の路線で行くのは何かって言ったらね、そういうのをやってた時に、やっぱしね、結局、いいとか大学に行く人っていうの中にも、大きく分けると2パターンあると思ってて、東大とか行くような人の中にもね、東大を B パターンで行ける人は、 A パターンでの要は頑張って勉強して、いい大学に行って、いわゆる典型的ないい大学に行くことによって、いい就職先に行って、いい生活をしたい、ね、いい暮らしをしたい、から、いい大学に行きたい、って言って、いい大学を目指す。まあ、国公立を目指して、東大を目指したいという。なんですね。そのために、今頑張るんだって言って、ずっと頑張って、努力で本当にできて、合格したよっていう人たち。まあ、もちろんこれもすごいです。それで東大だったら、もちろんそれはすごいんです。すごいんですけど、世の中にはですね、そうじゃない、頭のいい人ってのがいるんですよ。何かって言ったら、抜本的に、もう何か知らないことを知るのが大好きだっていう人たちがいるんですよ。まあ自分で言うのはなくて、うちもどっちかというとその傾向はあるのはあるんですよ。知らないことを知るってめちゃくちゃ楽しいじゃん。まあ、いわゆるインテリジェンスっていうやつですね。インテリジェンス。だから、いろんな情報を集めるのが大好きだっていう。だから、能動的に動く人になるっていう傾向があるんですけど、なので、その一般的に狙う人って自動的に動く人にバーンって受けるのが当たって大衆化してくるんで、だからうちのチャンネルもともと大衆化難しいだろうなと思いながらやってるんですけど、何か結局、そうやるのを本当に、だから、勉強を頑張っていい暮らしをするぞって言ってやるんじゃなくて、ただ、もう趣味なんです。ただの趣味。知らないことを覚えるのって面白いよね。あ、こんな分からなかったら数式解けるようになったら面白いな。あ、これも解けるようになったら面白いな。どうやって解くんだろう。調べるのが面白いな。あ、こういうふうにして解くんだ。あ、楽しいな。あ、じゃあこれもやろう、やろう、これやろうって言って、やる人。いわゆる、なんか得意科目、まあ、それでもね、そういう人でも得意科目はありますけど、大体数学得意な人が多いな。って言われたもんね。だって数学って、数式を、覚えてる数式を当てはめて、計算するだけで足し算掛け算、足し算引き算、割り算掛け算するだけで、正解が出ちゃうんですよ。だから、好き嫌いというより、100点取れちゃいますもんねっていうやつとかいたわけで、まあそういうやつとかの意見とかを思い出しながらね、こうやってるわけでございますけど、そういう次元の人たちっているんですよ。勉強が好き。だから、そういうのを覚えるのが大好きっていう。だから別にテスト勉強だって言って、わーって頑張ってやるぞーってやらなくても、いや、まあ100点取れるし、とかっていうような人
ていう人たち、がいるわけですよね。だからそういう層、層やって、だからその発想で東大まで行っちゃってる人はえぐいですよね。でも多分ね、話とか聞いてると、クイズノックの伊沢さんとか、クイズノックのメンバーとか、そういうの、そういう、だから雑学って、別に東大合格するために必要な知識以外がめちゃくちゃあるじゃないですか。だから多分伊沢さんとかそういうタイプなんじゃないかなと思いますけど、そうじゃなくても、トップ YouTuber って言われたら、その学歴に出たら伊沢さんとかあれですけど、それこそ虫さんとかね、東海オンエアの虫さんとかも聞いてると、まあそういうタイプではあるんだろうなっていうのはあります。知らないことを知るっていうことに興味が持てる。そのときはね、あの学歴で、あの時期に YouTube 始めようと思うんですよね。今の若い子たちからしてみたらね、そりゃあんだけ成功してるんだし、正しい道の行ってるよって思うかもしれないけど、多分当時同じ、学校のメンバーとかね、そういう教員採用試験とかやってるような人たちに言ったら、いや何言ってんのってね、なるところですからね。だからでもね、教員採用試験、どうなの、うちの大学ちょっと別か。中京は体育の教師目指す人が多いから、ちょっとね、またちょっと別なんですけど、日体大、中京大っていうところら辺はね。特に私の場合は高校関係とかそっちの方でやっとったら全然ね、中学とかに行こうと思ったら愛嬌大とかに行かないといけませんもんね。でも中学の方に行ったやつはいるのか。いるわ。体育以外でもいるわ。社会の先生でもいたわ。もう、とんでもない名言を残してクビになりましたけどね。いましたね。そんな感じで、どっちかっていうと、ここの場合は、だから、インテリジェンスの集い場みたいには言ってませんけど、こういうのを楽しめる人って、本当に、まあ、ふるいにかけるじゃないですけど、こんな、バカバカしい話とかこういうので、おーってなれるように、どこでもいい。何やねん、それっていう話とかもパッて入れたりするっていうような感じでね、やっていくっていうのが。そこはちょっと心がけてます。まあ自分がそのね、いや、もう動画のためなんでって言ってね、わけのわからん資料とかね、なんかあるわって使ってきてね、それね、見せたりとかね、そこから得た知識とかね、なんかわけのわからんこと喋ってみたりとかね、行くのか。で、それが YouTube の動画のためだって言ったら、結構、もう一歩足踏み込めるんですよ。だから、多分 YouTube の動画撮ってなかったら、多分あの時、江田島にも行ってないと思いますし、そういうね、発見とかをね、スッて出して、つまりこれが01なんですよね。そこかっていうね、01の気づきのところができるっていうのを結構心がけてるんで、だから多分うちの動画を見てもらってて楽しいと思える人は絶対的にこれからの社会で、いい地位につける人たち、というか、真の天才だと思ってますんで、実際それで会ってみたい人とかね、聞いてると、びっくりするようなね、人とかもいますからね。実際意外と、そうやって声をかけてくれる人は、めちゃくちゃ、そういう方が多い。だから、この方向性で、まあ、いいんじゃねえかな、と思ってるんで、周りからはやんやん言われてますけど、こういうスタンスでやってます。まあ実際それが楽しいですね。そういうふうにして、01のその、知的欲求を満たすっていう行動っていうのが、楽しめるっていうのが、絶対これからの社会で一番有利に働くんで、そこが大事ですね。だからそういうのが、例えば、じゃあ、それって学歴だけの話じゃないですか。例えば、最近だと思ったのは、相馬さん、相馬トランジスタさん、ヘキトラの相馬さんとか、もう、あるんですよね。なんでそんなこと言うんみたいなところ、パッと、とっさの会社でパッと言うじゃないですか。あれとかは、とっさの思いつきとかそういうところに01あるんですよね。
ちょっとここだと言えないようなジャンルのね、その理想の、その、ニューハーフ像の話とかをしてた時とかにね、こういう動画が見たみたいな話をしてたことがあるんですよ。まあ、調べたら、レペゼンさんの動画とかに多分出てくると思うんで、あれなんですけど、ちょっとここではね、ちょっと言えない、過激な内容すぎるんでね、うん。ですか、あれなんかもね、うん、見た時に、あーって思いましたもんね、うん。あれがパッと出てくるっていうのは、うん、すげえなと思いましたね。うん。とかね。あったりもするんでね。単純に学歴だけの話じゃないですし。トップ YouTuber って呼ばれる人たちは、まあまあ、というか、ずっと活動継続してる人ってのは、基本そこなんですよね。YouTube ってそれが一番得られるんですよ。実はね。うん。だからね、楽しむ。うん。ってのはあるんですよね。YouTube やってなかったら絶対こんな情報に接触しねえだろうなって。見てるだけでは絶対、YouTube 撮って編集してとかやってないと絶対に接触しないだろうなっていう情報が。あるんで、そういうの見ると、ああ、YouTube やっててよかったな、みたいなこととかありますね。うん。だから、究極そこはお金じゃないですからね。まあ、そこがどうやってお金につなげるのかっていうのもまた、一つの課題かもしれません。それはそれでまた面白い課題でもありますけど。だから、なんでそこが課題というか、その解決されてないかというと、結局やっぱ、普通、そういうふうにして考えてやってる、人たち。っていうか、そういうような、好き欲求を満たして、うわーって、ね、そういうことができる。いわゆる趣味勉強みたいな人ですよね。好物勉強みたいな人。うん。甘いものを食べるのと、数式を覚えるのが同じぐらい快楽になる人たち。うん。っていう、いるんですよ。本当にいるんですよ、これが。俺、最初は、みんなバカだと思ってたんですけど、うん。あ、なるほど、これ、ガチ勢ってそうなんだっていうのは、わかったんですよね。うん。ガチ勢はそうか。美味しいケーキを食べるのと同じぐらい、この公式、新しい公式を覚えるということが、知的好奇だったりする。まあ、だから逆に言うと、そういううちが、このエロサイトをね、バーッと調べたりする人でね、おい、こんなスラングあったぞとかっていうのも、おもろいチームですよ。そんな単語は英語の授業に習わないじゃないですか。何ですか、その単語。あ、ほんまや、すげえとかってなってね。うん。うん。あと、スパムの解決方法とかね。うん。おお、これブラクラやから踏むなよとかね。そういうのとかの、どうやったらそのブラクラとか見分けるのかとかね。うん。どうやったらいいのか。ALT と F4 に常にボタンを置きながら、最悪 ALT から D コントロールに出るに変えてバチっていくんやって。最悪、コンセントを抜く覚悟を持てって。うん。コンセントを抜くときに、ハードディスクが動いてないところを狙って、ハードディスクのランプが消えたところにバチッと。やるんやぞっていうこととかね、そういうようなね、こととかね。うん。だから、その、本当の真の天才の人たちってそういうのとか、意外と何でも食いついてくれる。だから、本当に真面目に勉強してっていう、真面目に勉強して、苦労して、成り上がったんだっていう人たちは、そういうのを見て、はって、はって、うん、何を真面目ですか。そういうことやってるから、あなたそんな低学歴、そんな正規雇用にもつけなくて、みたいなね、なっちゃうんですけど、うん。あ、それがいわゆる、まあ、偽物の天才ではない。偽物って言ったら言い過ぎですけどね、うん。なんだろう。持ってるエンジンをフル回転させて、無理やりスピードを出して、ここのスピードにガーッと頑張って、もうエンジン壊さない、エンジンフル稼働して、なんとかここにずっと維持してますっていう人と、うん、むちゃくちゃとんでもない高性能のエンジン持っとって、これ、流し運転でここですっていう人たちが、あ、ここら辺でいいな、じゃあまあこのまま焦がしとこうってやってる感じ。うん、ありますよね。うん、そういうような差なんかなと思います。まあでも YouTube とかも実際そういうのあるかも。無理やり頑張って伸ばしてってわーってやってる人たちが、やっぱし何かで燃料切れするとポトンといきますけど、まあ東海オンエアなんかまさにそうですよね。多分持ってるエンジン工業で本当にグワーってやったら、まあ今年はし、あ、去年か、死ぬほど体を張るって言ってやってましたけど、うん。とはいえ、だから実際に持ってる本当に限界キャパがここだとしたら、
そこの8割とかで絶対 やるようにしてるんですよ。これ、海外の人たちって絶対そういう風にしてやるんですけど、なぜか、東海オンエアってそうやるんですよね。週7投稿にしないじゃないですか。うん。休みは取るじゃないですか。うん。その中で余力があるね、人たちは、そこから案件動画とかも撮ってね、ウェーイってやりますけど、それも楽しむことによって、なんか、りょうさんなんかそうですよね。楽しむことによって、あれですよね。うん。自分の活力にしてるんで、うん。働くことによって疲れる、ダメージを負うだけじゃない。そこから回復する回復薬も取りながらやってる感じ。うん。で、やってますよね。だから続くんだろうな。で、休みたいっていう人はちゃんと休むし、うん。家族サービスしたい人は家族サービスするしっていうようなところとかができてて、だから、すっげえ頑張ってもちゃんと8割になるように設定してて、本当に100超えないようにしてるんですよ。ただ、見てると YouTube とかこれ仕事でも多いんですけど、もう常に100に していくっていう人がいるんですよ。ていうかね、日本の、なんかね、悪しき風習っちゃ風習なんですけど、なんだろう、日本人って、100を出し続けていないと120が出せないじゃないかっていう。いざという時に120の力を出すために常に100の限界の力をずっと出すんやっていう感じなんですよね。だけど海外の人たちってそうじゃなくて、普段80出しておいて、いざという時に100を出せるように、普段は80ぐらいでやろうぜ、60ぐらいでやろうぜ、とかって言って。たまに40とか30ぐらいやとか思うんだよ。それはさすがにちょっとどれかしてくれって。会費の小田に言う時もありますけど、それはもうちょい上げてくれって言う時もありますけど、うん、そういうところですね。だから日本人からしてみると、な、一生懸命やってないやないか、一生懸命って言葉ですよね。 100% 常に出して、でいざという時は120を出すように頑張れっていうのが日本の考え方でないと、100を常に出してると120だけど、海外からしてみたらそれやってたら壊れるよっていうことなんですよね。で、だから、なんて言ったらいいのかな。それを、ある意味本当に100を出し続けさせてダメだよって。でもね、日本人の人でも言ってる人はいる。で、そういう人たちはやっぱすごいなと思うんだけどね。典型的なのは、権藤さんですよ。権藤博さん。中日のコーチとか、横浜の監督で有名ですよね。ベイスターズの、日本一になった黄金期作った、谷重さんとかからね、佐々木さんとか使ってね、やってました。まあ、谷重さん、佐々木さんのところだとあれなん、と思いますけど、ね、権藤さんなんてのはね、中継ぎローテなんてのまで作ってね、中継ぎを3試合入れよう連続で、だから3試合連続で投げたら、君もう絶対休みだから、もう中継ぎのエースだろうが3試合投げたら、休み、もう休みだから、もうゆっくり休んでっていう。うん。いやいやいや、どうすんの？いやいや、その分、選手層を厚くしてみんなで回せばいいんだから。だって、選手登録枠28あるんだよっていう、ね、うん。いうので、回した。まあ、コントさんとかで、まあ、それが結構、やっぱ海外だとそういうような発想ってすごく強くて、で、持ってきて成功したのが、ホビー・バレンタインさんですよね。うん、コービーさんとか。そうですよね。うん。もう、まさに、うん。日本人的、日本の野球の発想じゃなくて、みたいな発想で持ってきてるんで、全然平気で、ほんと次の日は休みみたいなこともあるっていうね、でいうことで、うん。それによって、夏場以降の成績グッと上がるっていう、マジックとかやって、ロジック証明しとるのに、何かね、日本ではそういうのがね、浸透しないってね、そんなのは足るんだろうってなっちゃうっていうのがね、今でも結構残ってるんじゃないかなっていうところはね、まあそういったところとかにもね、メスを入れるような人材をね、ここのところではね、作っていきたいなと思ってるんですけど、果たしてここの、ここ今1時間回ったけど、果たして誰がここまで見ているのか。うん、まあでもね、最終的には、なんか30年後、40年後、この動画が残ってたらね、うん、もし見てる人が、30年後、40年後、今から、今2023年、30年後、2053年、もし、この動画のデータがね、残っててね、あれだったらね、これ見たことかってなってると思うんですけど、うん。まあ、それこそその時にはな、いろいろ何こう言ってるのは当たり前じゃん。だって、それこそ10年前、13年前でも、うん、動画を撮り始めて、これでなんか一芸にとかっていうふうになった時に、撮ってる動画がね、もう雑談メインで、40分くらい喋ってっていうね、動画で。あ、そう、当時 YouTube がそれぐらいの風数の動画を上げれなかったんですよね。それで、ニコ動で上げて、画質をバカ落としてね、
まあ逆っすよね。普通は画質をね、短時間の動画で、そういう時は短時間の動画で画質を良くして、描画のいいものとかっていうし、今も流れ的にはショーツとかそういうような流れなんでね、またそれはそれで逆で、まあそれはそれでまたその楽しみ性方とかがあるんでね、そういうのはもうあれしてますけど、実際うちはショーツ系の動画の方が伸びな伸びますからね。うん。いや、っていうのはありますけど、その2009年の時には、一番最初の動画になって40分超えですもんね。どっかでも言ってたと思うけど。っていう感じで、そういうふうにトークして、そういうので楽しんでもらえるようなっていう。うん、企画自体は企画としてあって、まあでも、一番ストレート、なんていうの、球で言う、だから企画っていうのはどういう変化球を投げるか、フォークを投げるのか、スライドを投げるかみたいな感じですけど、じゃなくて、結局、全体のピッチングとしては、ね、ストレート、やっぱありきだよねっていうところですよね。うん。フォーシーム投げるか、ツーシーム投げるかとかはありますけど。うん。だから雑談というのは結構向きが多いけどっていうのもあったりします。でも実際、伸びてる動画とか、YouTube っていうのがわーっと始まってきて、最初はね、すげえファニーな動画がわーっと流行ってね、っていうのがありました。結局、じゃあ残ってるのどうなのかって言ったら、そういった、雑談とかそういったトークとかそういったところにね、面白いとか結局やっぱ残ってますもんね。うん。だからそのあたりとかそういうところを鍛えてやろうっていうのを2009年のところで言ってやってね。まあもちろんファニーな企画もやって、まあそれちょっと動画も消してますけど、真の焼きそば作ってみたって言ってね、焼きそばの麺の代わりにそばの麺とかとかね、ありましたけど、うん、そういうのとかもやったりもしてましたけど、まあまあ炎上しました。プチ炎上してね、動画削除に、追い込まれておりましたけどね。とかいうのもあったり、あれ全部じゃないんでね、あれなんですけど、いろいろやってね、うん。まあでも、結構としては結局、そういう風にしてやって動画でね、自分で撮ってっていう人が、まあうちはね、全然芽が出なかったけど、結局、YouTuber として成功してるじゃないですか。だから、ヒカキンさんが2012年、ヒカキン TV が2012年か。それまでにも、以前にもね、ヒカキンさん時代を投稿してますけど、うん、ですよね、うん。まあそれまではビートボックスの方のやつですかね。ああいった感じのバラエティ的な、いわゆるやつでやってますけど、いわゆる客としてドーンってやってますしね。はじめ社長とかも、そうね、グミのやつとか、いろいろとありますけど、うん。結局のところそれを見てもらう視聴事実のところにつながる。やっぱし結局、あれですもんね。トークっていうところで、そういったところとかを、うん。目つけてやりとったのは、うん、ほらなと思ってます。ただそれがうまいこと、やっぱね、ギアを噛み合わせれるのは、うん、あれなのかもしれない。まあ、もしかしたらそのあたりのレジェンドの人たちがね、2009年頃にね、うちが開けてた動画を見てね、こういうのもありじゃないかって言ってね、もしかしたら始めてるかもしれませんからね、絶対ないけどね、あの動画が1900再生とかだっけ。まだね、多分キッシーさんの方が見れた。ああ、キッシーさん2万再生とか言ってる動画上げてますからね。うん、キッシーさんの中で見られてると思いますね。まあ、もしね、もし、ここまでたどり着いてる方でね、実は、真の焼きそばを作ってみた。とかね、ニコニコできる、お茶を飲んでみたとかっていうね。バグス・シュワルツの開封で、アイマスの開封で、なんか40分間無駄なこと喋って、なんかサーチの仕方とか、どうのこうのって言っとったら、本当にサーチ、サーチン成功してしまって、そこの映像が送られになったよとかっていうのとかね、そういうようなね、バカな思い出を、その動画見たよっていうトップ YouTuber さんがいたらね、太ったけど俺だよっていう、絶対いないけどね、どうするこれトップ YouTuber さんの人が見てる、そう、実はそれねってなってたらね、うん、すごいんですけどね、うん。ですから結構10年後とかそういったようなスパンでバーって見るのは、だけどロングスパン、中期はあんまり得意じゃないけど、実は、長期視点、10年超えてくるような視点のストラテジーの取り方っていうのは結構自信あります、正直言うと。大体当たりますよ。2010年ぐらいにもう、こんなことやっとったら日本館やろみたいなこと言っとったら、ゲフン、あれですけど、これ以上は緑のチャンネルになってしまうためだ、ダメだ。っていうね、こととかもね、思いながらね、カニカマを貯めるわけでございます。でもカニカマってあれですね、普通のカニよりも、トークは続く。
向いたりするのに、なんか、取られませんからね。ちょっと。ねえ。ああ、でもカニカマいいね。ちょっとさ、3パックは、とか、こういう、この、グラカニでしたっけ？これがね、ボリュームあるわ。やっぱ。多分普通のカニカマの、3個分、4個分くらいはありますよね。うん。だから別に、うん、コスパも悪くねえぞ、これ。ほぼほぼこれだけおかずとして完結しますもんね。うん。どうかな。冷たいとかね。あとちなみにあれですね。ちょっと許可取りとかそのあたりがあるあれですけど、古いデータなんかいくつかちょっと出てきてるのがあって、またそのあたりで、ね、また出せそうになったらね、ちょっとまた隙見て出そうかなと思います。ちょっと多分ね、夏以降にはなると思います。の正月に夏、お盆の話とか始めるってなんでやったら思うかもしれませんけど、まあ、撮ってある動画の逆算いくと、うん、4月まではパンパンだもんな。ゴールデンウィークはまたくもんな、絶対えらいこっちゃ。うん。他にもヘアロイルとやりたい企画はあるんですけどね。今年注目したいクリエイターさんとかね、のやつは、頑張って撮ろうと思ってます。うん。それも早めにあげたいですけどね。まあ、こっそり、表の目標にはしてないですけど、こっそり目指してるのは、メインチャンネル2000本ですね。今年中に。700本、うん、総数結構1日2本平均なんでね。実は相当大変ですけどね。実はちょっと行きたいなとは思ってます。ショーツとか含めてね。全部含めてですけどね。まあ、錬金術も考えてますけどね。こういう感じでわーっと喋ったのを、もうちょっとね、質問形式のやつを、一問一答みたいにして、ひろゆきさんのやつみたいな感じ。で、撮るだけ撮って、それを、うん、別に、まとめて配信するんじゃなくて、ショーツで、ポン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 って切り取って、自分のところが切り抜きでやってますよ、みたいな感じで。だって、切り抜き動画って言って、生張ってきたひろゆきさんのやつとか見て、よし、じゃあ元動画で1時間半のやつを見ようってなる人の確率って何パーセントなんですかって話なんです。うん。ってなった時に、ね、じゃあその 1% お客さんのために作る用のやつを用意するぐらいだったら、それだったらね、99% 人に、ボンと受ける。これが戦略でもありません、ね。そういうふうにしてやる。まあ、元の方がどうせ見ねえじゃん。で、元の方がねえよって言ったら、うんで終わるじゃん。うん。あ、これがオリジナルなの。へえ、うんって終わってくるじゃん。っていう感じでね、それがシリーズとして見とったら、まあ、それでスーッと見てくるか、TikTok とかだとそういう方のが入るんじゃないかなとか。まあ、TikTok。ああ、でもね、TikTok 向きだから、早飲みとかそういう系のね、やつとかもね、考えてるんですけど、ちょっとどうやって見つかってしようかなって言ってね。うん、
やりたい企画もあります。本当はライブ配信も正月どっかでやりたいなと思ったんですけど、ちょっと無理かな。思った以上に予定がカツカツや。あ、でもそっか、この動画かかってる時にやったかどうか分かってるのか。やっぱこれで別だわ。あ、こいつすげえわ、やっぱグラカニかも。一又さん、すごいですよ。このやっぱ、身のほぐれ具合、何なんだろうね。すごいね。でも、酒入ると、いろんな話が。何が異常って、あれか。一人で別に、なんかチャットで見ながら答えてるでもないのに、なぜこのおっさんは1時間13分も喋り続けてるんだって話ですよね。あ、ていうかもういい時間じゃん。やべ。ちゃちゃっと食って、締めにかかろう。まあ雑談なんで、これがもう完全雑談配信なんで。今日は何だったっけ。カニカマワグランプリでしたね。一応この雑談シリーズはカニカマワグランプリって言って、一応サブチャンシリーズに入れときますので。で、そう、今度また、これは本当全然どうでもいい話ですけど、プレイリストをね、まとめた動画っていうのを作ろうと思いますんで、それ作らないといけないのね。プレイリストが一番見やすいんですよ、うちの動画って。シリーズものとかになっとって。で、それこそ、JR 西日本ターミナル駅完全制覇の旅は77本とか言ってるでしょ。一番多いやつだと何だろうね、動画と数。で、うちのところってプレイリストが大分類、中分類、小分類みたいになっとって、大分類にそのスタースている動画とか、YouTube とかね、あと最近は誰も聞かないラジオじゃなくて、ね、つまらない話シリーズとかね、ああいう感じで大分類をポンポンポンって作って、そこからさらに、ターミナル駅完全制覇シリーズとかね、そういう風にして、その中で、JR 西日本編だったり、名鉄だったり、近鉄だったり、みたいな感じの、大分類、中分類、小分類で作ってあるんですよね。それの、大分類、中分類、小分類ごとに、コメント欄とかでね、プレイリストをファーっとまとめるような感じにしてね、1動画でここに来てもらったらどういう動画ありますよっていうのね、まあ動画のそのプレイリストを見ながら、プレビューしながらね、やるっていう動画で、変えてやろうかなと思ってます。そうすると、プレビューのリンクの作成とかそういう作業をしながらできるんで、それでやろうかなと思ってますし。いかんせんそうじゃないと、YouTube のロジック、特に YouTube はね、やっぱね、ニコニコはね、そこね、そんなにね、問題になってない。まあ、問題になるほど見ていただいてないっていう嫌いもありますけど、それ以上にね、ニコニコの方は、やっぱ、もともとその、もう見てもらった最初の画面のところで、これこのシリーズですみたいになった時は、アニメを1話から見るみたいな感じで、このシリーズ1話から見るみたいなボタンが自動に作ってくれたりするんで、あれのシステムは、うちのチャンネルのその、作ってる動画作りにはすっげえ有利に働くんですよ。これ、このアニメの何クール目ですよみたいな感じの設定の仕方ができるんで、まあ結果ちょっとマイリストの編集がちょっとおざらになってる。それもちょっと、本当はこの年末年始どっかで気合入れてやりたいなと思ってたんですけど。まずいな、収録予定から合わせてこと、あれどこでやるんだっていう風になっててね。ちょっと優先順位立てながらやってますけど。まあ、いかんせんまだこの後、労力のかかるね。恵方巻きとね、この JR 西日本ターミナル、この次の企画もね、かかるの分かってますからね。あれ、10月に行ったんでしたっけ？
上がってるかな、上がってないかもしれないけど、これの方が先に上がってるかもしれないけど、もういいや、情報解禁をここで引っ越すとしておきましょう。あの伊勢湾一周の旅っていうね、伊勢湾をぐるっと回るっていう、企画やったね。鳥羽とかまで、電車で行って、鳥羽からフェリーでね、この伊良湖まで行って、伊良湖からバスとか電車、豊鉄さんとか駆使して豊橋まで行って、豊橋からまたぐるーっと横町に帰ってくるっていうね、 JR とかって帰ってくるっていう、なかなかぐー大回りなね、企画やったりとかしてたんですけど、あれも1位になるんだやばいね。あ、でもその動画の一部はね、もう先に上げてあるんですよ。こうなるかなと思ってたんで、田丸駅のね、旧駅舎のやつはね、先に上げてね、皆さん見に行ってくださいって、あれ4つ目の方でやったんでしたっけ。あの動画好評でね、どれぐらいだっけな。あの動画はね、おかげさまで、結構見ただいていただいたみたいで、伊勢亭あっちの方ってアベレージが悪くないんですよね。50再生いってるか。ね、いただいてますし。ありがたい。高評価も結構ね、いただいとって、ありがたい話で。コメント本も入っとったんだったっけ。はい、どこ行った？なぜよけいろいろあげとるからな。そうそうそう、コメントもね、いただいておって、って言って。ありがたいですよ。でも、これあれ、そう。その、プレイリストの動画を作るときにも、ちょっと、実証実験みたいにしてやるわけですけど。インプレッションの増加に一番寄与あるの、どうもコメントなんじゃねえかなと思ってて。いいコメント、悪いコメントを全然置いといて、コメント数すっげえ重要だなって。最近ちょっとデータ取ってると思ってるんですよ。見てて、半年ぐらい前からんと思って動向を注目してたんですけど、なんて言ったらいいかな。再生数が入ってるからコメントも入るようになってるんだな、みたいな思ってたんですけど、コメント来るタイミングといろいろとデータ精査といっても、これ、正式にデータ、このコメントが何分何秒に入って、動画の伸びが何分何秒からですよみたいな、正確なデータが見れないんで、ざっとの感じでずっと掴もうと思って、ちょっとアンテナ張りながら見て、そのコメントが、お、何時間前にコメントが入って、この動画どれぐらいから伸びてるっていうのを、ちょっと、バーっと伸びてる動画でちょっと調べてみたんですよ。うちのね、ところなんで、知れてるっちゃ知れてるんですけど、ただ、それでも見てると、伸びてきたからコメントがパッてつき始めたんじゃないな。コメントがパパってついたやつが伸びてきてるなっていう風になるんで、どうも、コメント書いてもらうって大事だなということにね、どうも気づいてきました。ですのでね、ぜひどんどんコメント書いてほしいです。っていうのはね、そういうのもあります。インプレッション。特にインプレッションに重要なのは、どっちかというとコメントが一番大事っぽいです。初速の時に、それこそショートの動画とかでも、なんだったっけな。ショートで、伸びてる動画で何だったっけな。満腹系はちょっと違うんですけど、例えば意識高い子普通の子とか上げてますけど、あれも、言ってないやつは200再生ぐらいのな、やつとかがあるのか。60再生のココイチ60再生だ。そう、あれ TikTok だと400再生とか言ってるけど、こっちは60再生とかなんですよね。で、一番言ってるやつは、意識高い子普通の子だと、マクドナルドかとかね、これあたりは3000再生とか言ってるんですよ。で、他にも伸びてるやつって、甘かっちゃんの動画とかもそうでした。わけわからんとかね。あんまりその好意的なコメントではなかったんですけど、パッと入った後に、やっぱインプレッションがパーッと増えたね。特に、ショートはね、そうすると自動的に再生が入ってくるんで、それもあってギュッていくのかなっていう感じがします。で、そこから追加のコメントとかわーって入る
と、また伸びる傾向はあるんですけど、まあどっちかというと、これはね、ショーツ以外もあるんで、インプレッションに重要なのはやっぱコメントなのかなと思うんで、全然もう誹謗中傷でも何も来いなんで、うちのところ、任せてくださいなんで、全然、本当コメントをどんどん書いてほしいなというのが、切な願いでございます。つまらまとかも、クズとか、そんなでも全然いいです。言うて、任せてください。そのあたり、誹謗中傷は、ド M なんでご褒美なんで、全然大丈夫なんでね。へこたれないのが、結果、動画の品質の改善につながってないんじゃないかっていうのはね、ごもっともない意見としては、全然受け入れますんで、全然コメントお願いします。ということです。本当に、ということなんで、高評価も、あれかなと思ってたんですけども、高評価以上に、コメント、大事。ですが、順番としては、チャンネル登録が言うとね、コメント、高評価、チャンネル登録。これでいこうか。コメント、高評価、チャンネル登録。で、よろしくお願いします。あと、積極的天才ですね。よろしくお願いいたします。ということでね。食べ終わりました。美味しかった。やっぱグラのやつ、すごい。なんだったっけ。ガブリッチ、ガブリッチ。ガブリッチ、これえぐいわ。多分これチャンピオンで、これを超えるカニカマは一体現れるのか。ジータカイムの、カニカマワングランプリも、お楽しみということで、これがしばらく晩酌の定番シリーズになると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ガブリッチがちょっとレベチだったな、ということでね。この動画ね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。この動画ね、いいなと思った方もね、悪いな、どんなんだ、微妙とか思った方は全員ね、ぜひコメントと、なんだっけ、コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いいね。この、コメント、高評価、チャンネル登録。この順番で言うやついねえだろ。これでいこう。なんで、それ差別化っていうの？だからダメなんだろう。ありがとうございます。